どうも、龍太郎です。今日はね、ブラックピンクのジェニーがね、表紙になってる、L のコリア、韓国バージョンの6種類あるんですけど、同じ雑誌で6種類の、表紙があるんですけど、それがランダムのやつを Amazon で買ったんで、開けていきたいと思います。6種類のうち、自分欲しいのは、まあ、どれでも嬉しいんですけど、まあ、2種類。白い服に片目がちょっと隠れそうになって、こうやって寄っかかってるやつか、白黒のやつが欲しいですね。まあちょっとね、その L って雑誌、韓国バージョン、その L コリアってやつなんで、日本にはあんま売ってなくて、ちょっと Amazon で買いました。開封していきますね。さあ、どれになるかな。なんか落ちてきた。ショップの紹介ですね。よし。さあ、行きましょう。じゃ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 、裏面だ。ちょっとあんま多分見せられないんですけど、和訳が入ってました。すげえ。というわけで行きますよ。表紙、じゃん。あ、これ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 。白いやつで、こうやって寄っかかってるやつ。あ、やった。これ欲しかったやつです。嬉しい。ちょっと中は見せられないんですけど、開けていきましょうか。やった。そう、白黒のやつもいいかなと思ったんですけど、これも良かったや。いいな。まあ、開けていきましょう。よいしょ。さあ、ちょっと和訳、楽しみにしとこ。はい、じゃーん。当たりました。エルコリアの、2月号。6種類のうち欲しいのが出ましたっていう話です。ちょっと中見ちゃおう。そう、最近はね、ちょっとシャネルの話になっちゃうんですけど、シャネルのね、ちょっとアクセサリーが壊れることが多くてね。またそれ修理の動画、どんな過程でっていうのを出そうと思うんですけど、ネックレスの、まあ、ストーンが外れたり、パールが外れたりとかね。で、あと一個ショックだったことあって、ちょっと待ってて。これね、大事にしてたカバンなんですけど、見てください。これ。ほら、先っちょ壊れたんです。パールクラッシュの方がね。なんか、このカバン持ってこうと思った時に、ちょっと、ウエスト調節しようと思ったんです。そしたら、これ先っちょねえやと思って。うわ、最悪やんと思って。で、すごいその日も、モチベーション落ちちゃって。で、なんかもうシャネルもなんか、シャネルに対するモチベーションもすごいなくなったんですよね、その日に。うわ、マジか、みたいな。こんな簡単に壊れるか、みたいな。で、まあ、ちょっとお金に余裕ができたら修理出さんとなーって思ってたんです。で、そしたらこの前、友達から、車にシャネルのパーツ落ちとったで、連絡来て。え、これやんと思って。これね、ここ、シャネルのマークついてて、で、このパールクラッシュで、これ引っ張ってもそのマークが、何？マークって突っかかるようになってるんですよね。で、そのシャネルのマークの部分がなくなったんです。では、どっか落としたらとか思ってたんですけど、友達の車の中にどうやらあったみたいで。その日酔っ払ってて全然覚えてないんですけど、まあその日に壊してしまったみたいで、まあパーツが見つかってよかったです。というわけでモチベーションもね、だいぶ帰ってきました。でもね、やっぱ今ちょっと欲しいものはないということで、お金は温存中です。さあ、これはうまく治るんでしょうかね。っていう話です。ほら、ここが取れてしまって、今ちょっとこのカバン使えずにいます、あんまり。で、ちなみにね、このカバンの横にこれついてんのは、クリスマスのさ、
これに入ってたアクセサリーっていうのをここにつけてます。かわいいでしょね。これをつけた矢先にさ、壊れたから全然外で使ってないんだけど。いや、いいなこのココフラッシュが。かっこいいな、自分と比べてみても。ほら、ココフラッシュ買いたいな。でさ、最近ね、ブラックピンクのそのジェニーとあのジェントルモンスターっていうサングラスのコラボのゲームが出たんですよ。2月の22だったかな。で、それで、あの、一応ちょっとだけ動画出してるんですけど、で、それの上位10名が、ジェントルモンスターの、カバン、あの、フラワーバッグと、サングラス何個かがセットになった、その、やつを、毎週ランキング10名、上位10名に配るってイベントやってたんです。で、それで、まあ、一時期すごい頑張ってやってみたんですけど、全然もう、ちょっとランキングに入れすらしないんで、ちょっとね、でも、サングラス欲しくなっちゃったんでね、ちょっとジェントルモンスターのサングラス今度買おうと思ってます。っていう話です。それぐらいかな、最近やったこと。で、それで、ジェントルガーデンやりすぎて、本当にもう、10時間ぐらい画面見っぱなしみたいなことしてたんです。したら、体調崩して3日4日寝込んでましたね。その後。仕事も休んで、土日。いや、大変でした。だから今日ね、久しぶりに元気になったんで、なんか美味しいもの食べてこようと思ってます。という動画でございました。それでは皆さん、また、さよなら。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。そして高評価もよろしく。インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね。お願いします。